くの人がこの概念があることによって、不幸にはまり込んでしまってるなって思える概念としてね、代表的なもの、これがねトラウマあるいはブロックっていう概念なんですよ。そこで外すべきは、本当はトラウマとかブロックを一生懸命外すってことではなくてね、そのトラウマとかブロックっていう概念自体を外さないと自由になれないですよっていうところをお伝えしたいんですよ。皆さんこんにちは、大島秀明です。石垣島はですね、梅雨が終わりまして、今もカラッとしたね、すごい気持ちいい天気が広がってますけれど、皆さんがお住みの地域ではいかがでしょうか。まあ、東京なんかはね、梅雨入りが非常に遅れたっていうこともあってね、まだ今の時点で梅雨だったりするかもしれないですが、このカラッとしたね、気持ちのいい天気の映像を見て、ちょっと心の中もリフレッシュしていただければいいなとは思っております。で、今日はですね、非常に大事な話をします。で、これが分かっていないと幸せに生きるっていうことは絶対にできないっていうこと、これをね、お伝えしたいと思っているんですよね。ですからぜひ最後まで、楽しんで見ていただきたいなと思うんですが、まず今日お話しする一つのポイントとしてね、言葉、言語、あるいは概念というものがいかに人に影響を与えるか、人を縛っていくかっていう話をまずさせていただきたいなと思うんですよ。で、それは何かって言いますとね、大島が子どもの頃ってほとんどですね、例えば更年期障害っていう言葉がなかったですし、その更年期障害の人をほぼ見たことないんですよ。で、どんな方でも、まあ、今は男性も更年期障害なんて言いますけれど、一時期はね、女性の、特有の症状みたいに言われた時代もありましたけれど、みんなその女性の方、ある一定の年齢を超えても元気でしたしね、そんな概念と言いますか、そんなことが起こるっていうことを皆さん誰も思ってなかったような時代があるんですよ。と言ってもそんな遠い過去じゃないですよ。大島がまだ子どもの頃ですからね。ところがある時期からその更年期障害っていう言葉が、出だしてね、で、ああ私も気をつけなきゃねって、みんな、そういえばどこどこの誰々さんもねって、40超えてから、あるいは50超えてからね、なんか、顔がほてってとかあるみたいよとかね、そういう話が出だしてからやたらとね増えてきたわけですよ。で、中には、ああ私もねちょっとその年齢だから、ちょっと熱っぽいだけでね、ああ更年期障害になったかしらみたいな、感じもあってやたらと増えてきたところがあるんですよね。で、あるいはうつっていう言葉も当時はほとんど聞いたことなかった、もしかしたらなかったのかもしれないですけどね。で、うつっていう言葉が増えてからやたらと増えましたよね。で、多くの人が勘違いしてるんですけれど、まずその症状が増えてね、それによってそういう概念っていうのが生まれて、で、例えば病名っていうのが出てくるって思っているかもしれないんですけれど、実は全ての事象って意識が作り出しているので、むしろ逆でね、多くの人が、あ、こういうことがあるんだって認識することによって、そういう症状って増えてきたりするんですよ。だから病名ができる、あるいはある概念ができるっていうのは、
多くの人がそれを認識するわけだから、そういうものが逆に増えていってしまう、むしろ病名が病気を作るって言ってもいい、ものなんですよ実際はね。でそういった意味で多くの人がこの概念があることによって、不幸にはまり込んでしまってるなって思える概念としてね、代表的なもの、これがねトラウマあるいはブロックっていう概念なんですよ。で逆に言うとね、こういうトラウマという概念あるいはブロックっていう概念があることによって、ある意味私腹を肥やしている方々も結構いるんじゃないかっていうあたりで、今日はそのトラウマブロックっていう概念自体をねちょっと外していきたいなと思ってるんですよ。でこれどういうことかっていうとね、例えば、ある方がね長い間苦しんで生きてきたとしますよ。で苦しんで生きてきて、なんで私の人生はねうまくいかないんだろうって考えた時に、そのトラウマあるいはブロックという概念を知るわけですよ。つまりああそうだったんだ、自分は生まれ育ちの家庭の中でね親からこんなトラウマを受けていたんだ、あるいは、その親あるいは周りの大人とね関わるうちに、あるいは子どもの頃にいじめを受けたということによって、その大きなブロックができちゃったんだと、これを解消しないと自分は幸せになれないんだって信じ込んじゃうわけですよね。ですからそれを自分で、例えばワークをしながらですね、一生懸命一生懸命解消しようとしたり、それでうまくいかないから多くの人がセラピーを受けたりね、私はブロック外せます、私はトラウマ外せますっていうセラピストのところに足しげく通ったりしてね、まあそれを解消しようとするんですけど、それを長年続けたところで本当に幸せになれるんですかって言った時に、僕はそれで本当に幸せになれた人を見たことがないんです。というのはその人たちは今まで散々学びを重ねてね、あるいはセラピーに通ってそういうものが外れてすごい楽になりましたって言うんですけれど、本当ですかっていうと、それまでとあんまり変わんないことだよね。悩んだり苦しんだりっていうのは続いてるわけですよ、正直に自分を見るとね。でそこで外すべきは本当はトラウマとかブロックを一生懸命外すってことではなくてね、そのトラウマとかブロックっていう概念自体を外さないと自由になれないですよっていうところをお伝えしたいんですよ。でトラウマとかブロックっていうのには様々な問題があるわけですよ。つまりまあ今の不幸な原因っていうものをね、過去に置いちゃってるわけじゃないですか。まずで過去っていうのは手が届かないわけですよ、基本的にはね。で今どうしようもないことだから、特別な、テクニックを使ってそれを外すっていう技法をしたりね、あるいは、誰かに取ってもらわない限り自分は幸せになれないんだっていうことになっちゃいますよね。でそうなると、その概念に縛られることによってね、今幸せになるためにはこれを外さなきゃなんないっていう脅迫観念がまず出てきて、それに縛られちゃうわけですよ。だから多額なお金と時間をかけて、あるいは労力をかけてそのトラウマブロックっていうものをまあ一生懸命一生懸命解消しようとしてるんですよねと。あともう一つ問題なのは、自分が不幸せな原因をね、その過去っていう、あるいはもっと言うと過去に自分を傷を負わせた人
に対する、まあ、責任転換をしているとも言えるわけですよ。つまりあの時、自分にこういう仕打ちをした親がいた、あるいは、こういう仕打ちをした同級生がいたと、そいつのせいで自分は今不幸なんだっていう自分の不幸の原因を他人に引き渡しちゃってるわけですよねって。そうなると責任が人にあるわけですから、でそれを解消するのって非常に難しいんですよ。つまり自分の責任だって認識してるんだったら自分で何とでもなるんですよ。ただそれは過去の責任であったり誰かの責任であった場合ね、これは自分の手に負えなくなるっていうことなんです。つまり、全ては自分のマインドの中で起こっていることですから、自分で何とかできる、自分の問題だと認識すればそれは全部自分で何とかなる問題になるんです。でそれが人が原因である、過去の原因である、時間軸の問題であるって認識した時点でそれは自分では手に負えない、あるいは特別な裏技ねでしかなんとかならない、あの人、特別な能力を持ったあの人でしか、どうにもならない問題であるっていうことになっちゃうんですよね。だからそれ多くの方がそれにはまり込んで、時間を無駄にしているっていうのが一つですよね。で単純な話でちょっと考えていただきたいんですけれど、今この瞬間ですね、今この瞬間ですよ、この瞬間、今大島の動画を見ているこの瞬間、あなたにトラウマありますかってちょっと素直にですね自分の内面を感じていただきたいんですよ。でいやありますって言った方、その瞬間あなたは過去に遡ってますよねと言ってる意味わかりますか。大島が言ってるのは今この瞬間、動画を見てる瞬間あなたにトラウマがありますかって聞いてるんですけど、あのもし今トラウマを感じてるとしたら、その瞬間あなたは過去の嫌な記憶、嫌な思いに遡って過去に行ってますよねと言ってる意味お分かりになりますかね。つまり今この瞬間にトラウマって本当はないんです。